はい、皆さんこんばんは、翔亮です。今日はね、怪人になった仮面ライダーの、登場人物っていうので、今日はね、火の影人についてちょっと語っていこうと思います。まあ最初はね、この人普通の人間だったんやけどね、まあエイジのもともとはね、なんかな、旅人で、まあなんかね、結構仮面ライダー空間のね、あれ五代ユースケと被るんやけどね、この人は。まあ、性格は押し通して欲は見せで、少しでも変わった人であれば全力で助けようとする、まあすごいまっすぐな人で、自分ができること以外のことはできないと割り切るような達観した部分も あると、まあちょっとのお金と明日のパンツさえあれば大丈夫という生活を送っていたが、アルバイト中に、宇賀美美術館の崩壊事件に巻き込まれ、偶然にも高メダルを取得、まあそっかね、腕だけの状態で復活したグリードアンクからオーズドライバーを託され、仮面ライダーオーズとして戦い始めることとなった。人命よりもメダルを優先するアンクとはたびたび衝突していたが、闇を倒すという一点だけで信頼し合いながら、やがて互いの意図や行動を理解できるような関係へと成長。一方でアンクに取り憑かれた刑事泉慎吾のことを案じており、その妹泉ひなに彼を無事に返すと固く決意していた。無欲にも見える日野英二が求めていたのは、どんな場所、どんな人にも届く手、そして力。かつて一人の少女を救えなかったことから、その欲望に蓋をして生きてきたが、アンクと出会い大津と なったことでその願いは叶えられていた。そして紫のメダルによる暴走やグリード化の恐怖を抱えながら戦い続け、最後は世界を終末に導こうとするキョールグリード、マギー博士と、あ、ドクターマキか。ドクターマキと対決。まあ、このきっかけな、グリードになり、なるきっかけとなったっていうのがね、紫のメダルでね、これが途中から急に出てきて、まあ、このメダルっていうのがね、あれすごい、一心みたいに持ってて、まあ、なぜか火の英二にすごい惹かれてて、惹かれていって、まあ、勝手に火の英二の中に入っていったっていう。それからね、もう自らもなんかね、こういうグリードみたいな感じになっていて、またね、プロテラの場合、暴走コンフォームじゃんやけど、結構ね、強いから、まあね、たびたび、まあでも後半はね、なんか使いこなしてたけどね、すごい。まあ、後々これでも、ちょっと謎が残るのがね、紫のメダルって全部なくなったんかなって、日の市の体の中にまだ残ってるんかなって、その辺がね、すごい、まずな、謎やけどね。まあ、残ってそうな気はするんだけどな。まあ、そういう描写が描かれてないから、まあ、多分確か最後、ね、ドクターマキと戦う時にね、メダルが、なんか、あったか吸い込まれたっぽい感じはするんやけどね、まあ今日はね、火の英二についてちょっと語ってみました。